こんばんは、関ジャニ∞の倉田大志です。最近ドラマの発表、あ、そうですね、ありましたね。土曜ドラマドイツデカ4月スタートで、田部美香子さんと5年ぶりの共演らしいですね。なんか記事を見ていると、まあ撮影はね、多分来月ぐらいからなるんでしょうけど、まあ顔合わせもまだしてないですし、決定しましたみたいな V だけ撮って、でそれだけなので、まだそれも金髪でしたしね。だからどんなドラマなんだってみんな思ってると思うんですけど、もう金髪も終わりですよ。もうでもやっぱり持った方ですけどね。前回金髪にした時1ヶ月ぐらいで終わったような気がするから、12月ぐらいにして1、2、12月、1月、2月だから丸々3ヶ月ぐらいはできたのか。いやー、まあでもいい気分転換になりましたよ。なんかずっと1年間黒髪だったんで、いろいろ言われましたけどね。本当にグレたのかとか、これなんか反抗してんのかとか、最初はね、何の役とかって聞かれてたんですけど、だんだんなんかこいつは反抗なんじゃないかっていう思われだして何に反抗するのっていうところなんですけどね、気分でやったところなんですけどね。まあドラマ終わったらまた自由にしたいと思っていますよ。なのでね、まあ役どころとしては、まあ田部さん演じるマヤっていう役がドエスデカなんですよね。まあその原作があるから、そのね、読んでらっしゃる方は分かると思うんですけど、それに振り回される、僕は代官山っていう男の人の役なんですけれども、何なんでしょうね、振り回されるぐらい結構、めちゃくちゃなんですよね。なので、何なんやろう、コメディーな部分もあり、まあ、笑って気楽にこう見られる作品なんじゃないのかなと。なのでなんか楽しみながら撮影できたらなと思ってますので、皆さんぜひ4月スタートなのでよろしくお願いいたします。関ジャニ∞倉田大志ラジオスッキャネ、今週も最後までお付き合いください。